こんにちは、速稼塾の久保です。この前ね、アメ車のモーターショーに行っていたんですよ。で、私のナイト2000仕様のトランザムも出展してきたわけなんですけども、まあ、コンテストがありまして、私はまあ、入賞することはできなかったんですけども、その、車のショーの中でね、テスラモーターズの車が来ていて、いや、すごい衝撃を受けましたね。もう完全に車とは違う別物で、なんか未来の車が現代にあるみたいな感じです。しかもこれが生産がもうどんどん始まっていてですね、もう実用もされていると。今売価が1200万とか1300万で、安いものでも600万700万らしいんで、なかなか手に届かないような感じですけども、これね、確実に10年以内に200万とか300万で価格になってきます。で、中国にしろヨーロッパにしろアメリカにしろ、ガソリン車は廃止する、販売禁止にするような、ね、方向ですし、中国はすでに、ね、2035年にはガソリン車を販売禁止にするという、そういうふうなお触れまで出ております。で、私たち日本ではこの電気自動車っていうのを、どうなんだろう、作っているんだろうかって考えた時にほとんど作られてないです。ホンダのインサイトぐらいじゃないかなと思うんですよ。で、ほとんどがガソリンの車ですよね。で、このガソリンの車っていうのが海外に売れにくくなるこの時代にですね、まだガソリンの車とかハイブリッドとか作ってるわけなんですよ。テスラモーターの電気自動車は何が恐ろしいかっていうと、もう完全にね、大きなスマホなんですよ。だからそこでは自動運転も設定できますし、もう人間はね、安全に車を乗っていただくこともできて、もう事故の確率も非常に低いと。で、コスト面でもそうですし、充電もね、1時間で5、6時間走っちゃうと。距離にして500キロとか600キロを走れるようになったんですよ。こうなるとですね、電気自動車を作ってない日本と、電気自動車を作っている日本以外の国っていうのでは、もう完全に明暗が分かれてきて、日本もね、車の産業で持ってきた国なわけですよね。で、この車が通用しなくなったらこれどうなるんだろうかと、本当にすごいいろんな意味で衝撃を受けた回だったんですよね。これからもね、電気自動車のことをちょっとお知らせしていこうと思いますので、またよろしかったら一緒に考えていきましょう。それでは、いってらっしゃい。